どうもこんにちは、うす。今回もピクセルリマスターのアップデート内容を見ていきましょう。まだあったんだな。FF2 ラミアクイーン戦を。まずは FF2 から、このラミアクイーンを倒します。これぞハニートラップ。なお BGM をオリジナル音源にしていると、ボス専用の BGM は流れませんね。いつものバトル BGM だな。デフォルトのアレンジ音源なら、ボス専用の曲が流れます。これファミコン版はなかったんだ。はい、ワンダースワン版 FF2 の時に追加されましたね。曲名は戦闘シーン A です。ほうほう。こちら前のバージョンです。ラミアクイーンを倒した後、帝国軍のテーマが流れていました。それが今回のバージョンでは、反乱軍のテーマに変わりました。ファミコンでもこの曲が流れてましたね。原作通りになったんだな。撃破演出。一部のボスに撃破演出が追加されました。例えば FF1 のティアマット。ブショボンブショボンって言ったな。 FF5 ハリカルナットス。これもだ。 FF5 の原作もこんな演出だったね。 FF6 のボスなどです。同じパターンだな。ただ全ボスというわけではありません。ビブロスはいきなりウゴゴゴか。アトモスもいきなりウゴゴゴでした。一方カタストロフィは稲妻演出。じゃあ特別なボスだけあの演出なのかな。魔王山では通常の演出でした。魔王とは一体ウゴゴゴ。ちなみにエクスですは先生ウス。ウス、今日は早番か。ブショボンタイプでした。やったな先生、特別なボスで。いきなり死んでますけど、ウゴゴゴ。 FF1 オリジナル音源のオープニング。 BGM をオリジナルにしてニューゲームを選択すると、オリジナル音源でのオープニングが始まります。サウンドプレイヤーにも収録されていますね。ファミコン版にはなかった曲なんだな。FF2 も同様にオリジナル音源でのオープニングがありました。これもレアだな。なんていう曲名？オープニングテーマという曲名です。ちなみに FF1 はオープニングデモという曲名でしたね。両方ともワンダースワン版で追加されました。へえ。ワンダースワン版は4音だったのですが、ファミコンは3音のみを使用していたためか、このオリジナル音源も3音に落とし込んでるようですね。このために作られたんだな。なおサウンドプレイヤーでは、オープニングテーマのオリジナル版がありませんでした。ほんとだ。入れ忘れか、隠し扱いになってるのかな。FF3 暗闇の雲撃破演出。ラスボスの暗闇の雲を倒した時の撃破演出が変わりました。このようにとどめを刺した後、BGM が停止するようになりました。フラッシュもあったな。前はどんなんだった？こちら前バージョンです。このように BGM 流れっぱなしで、通常ボス撃破演出でしたね。この頃に比べると随分良くなったな。ちなみにファミコン版はこちら。シャカ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 。このように BGM が停止して崩れていきました。崩れ方も凝ってるなぁ。ファミコンでここまでできたのか。 FF3 風の牙ゲット時のジングル。こちら以前のバージョンです。このジングルが流れました。うん。それが今のバージョンでは、これはアイテムをもらった時、このジングルに変更されました。なおファミコン版もこの曲でしたね。原作通りになったんだな。 FF5 エクスデスソウル。
こちら以前のバージョンです。封印上空ガーデイクスデスソウルに遭遇すると、バトル BGM が流れました。うん。さらに家庭用ゲーム基盤でもバトル BGM が流れてました。そしてこちらアップデート版です。おーおー、封印上空ガーの BGM が流れたままになってる。はい、スーファミ版と同じように修正されました。家庭用ゲーム基盤からさらに更新されたんだな。ははは。なぜ私が以前のバージョンのバグで捉えた X ですがそのまま残ってました。このデータは永久保存版だな。 FF5 シバのモーション、こちら以前のバージョンです。ダイヤモンドダスト、シバのダイヤモンドダストはこんなモーションでした。シバが出現してから技を繰り出したな。それが現在バージョンではこうなりました。ダイヤモンドダスト、大崎に技が。スーファミ版もこのようなモーションでしたね。原作に合わせたんだな。キグナスの前を受けてみろ、ダイヤモンドダスト。 FF6 アルテマウェポン、アルテマウェポンは以前はこんなフィールドグラフィックでした。角が紫色になってるな。バトル CG では角は青色ですね。そしてアルテマバスターがこちら。あれ？アルテマウェポンと同じフィールドグラフィックだったな。はい、同じ CG が扱われていました。そして今回のバージョンはこちら。おお、色が変わってる。はい、アルテマウェポンのフィールドグラフィックが修正されました。アルテマバスターは同じですね。こっちはもともと色が合ってるもんな。我が名はトイレの神様。ピクセルリマスター、全商品 20% オフセール開催中、2月13日まで。FF3 2ヘッドドラゴンの攻撃力？以前に比べて2ヘッドドラゴンの攻撃力がアップしたとの情報がありました。え、そうなの？ダメージ検証すると、4256。うええー、一撃で死んじゃった。3024。うふ、高烈でもこのダメージか。確かにダメージアップしてると思うんですが、モンスター図鑑のパラメータは以前と同じなんですよねー。なので確証はないです。そうか。なお強くなったというのは FF 域情報です。お世話になってる域か。ちなみに以前のバージョンはこちら。924。耐えれた。やっぱり新バージョンの方が強くなってるんじゃね。でもパラメータが一緒なのはどう説明つけたら。霊夢が珍しく困ってる。詳細を知ってる方がいましたら教えてください。1800。プロテスをかけてたので若干軽減されました。耐えることができたな。なおファミコン版はこちら。7980。じゃあ、ファミコン版はとてつもないダメージだな。高烈にいても4284。つええー、2ヘッドドラゴン半端ない。ジャンプの SE、 FF4 以外もジャンプの SE が変わっていました。こちら FF3 の前バージョンです。ボインボイン。そしてこちらが現在バージョンです。シュビビビン、ジュジュジュン、こんな感じに変わりました。 FF5 も同様です。こちら前バージョン。 FF3 と同じっぽいんだな。ところで先生、ウス。またウス。こちら現在バージョンです。FF3 と同じように変わったな。なおスーファミ版はこちら。ジャンプするときに残像があったな。飛び降りるときもあります。すごい凝ってたんだな。 FF5 セイレインの影、こちら前バージョンです。セイレインがアンデッドになると
このように影が消えました。気づかんかった。それが現在バージョンでは、影がそのまま残るようになりました。細かいところ修正されてるんだね。カンスト。FF5 フェニックスの塔の壁モンスター。こちら前バージョンです。壁に埋まってねー。はい、このように壁モンスターが壁の外に飛び出していました。このバンデルクアールに、リクイドフレームの手形。あとはソルカノンにクーザーですね。おちょう。それが現在バージョンでは、おお、壁の中に埋まった。はい、原作通り壁の中に埋まりました。出現するときも左から現れるようになっています。そこも修正されたんだな。ニーハオ。ほんとだ。壁の中から現れたように見えた。FF5 波動砲。こちら前のバージョンです。波動砲。こんなエフェクトでした。うん。そして現在バージョンはこうなりました。波動砲。拡散して飛んでった。これも原作ベースとなりましたね。FF5 アトミックレイ。こちら前バージョンです。アトミックレイ。こんなエフェクトでした。オメガの中心から放たれたな。今のバージョンではこうなりました。アトミックレイ。空中から直線のレーザービームが放たれたな。スーファミ版はこちら。アトミックレイ。空中レーザービームです。これがベースになったんだな。FF5 エンカウント修正。こちら以前のバージョンです。ゴブリン。こんなところにゴブリンか？原作ではこのエリアでは遭遇しなかったですね。またモーグリの村周辺でもエンカウントしました。キラービー。今度はキラービーが。そして新しいバージョンではエンカウントしないように修正されました。これも原作通りになったのね。FF5 かまいたち。こちら前のバージョンです。かまいたち。こんなかまいたちでした。突風が吹いてくるタイプだな。それがこうなりました。かまいたち。大回転タイプになった。原作もこのような形状でしたね。いろいろ修正されてるんだな。世界中のファンの皆様、エンディングで次のようなメッセージが出てきます。世界中のファンの皆様とオリジナル版のスタッフに心より感謝申し上げます。家庭用ゲーム機版ではこのメッセージが削られていましたが、 Steam 版ではそのままみたいですね。削られなかったんだな。まだ修正されてない点。 FF5 で分身した状態で盾ガードすると、分身は消えずに残ってますね。うん。それが作り魔版では、あ、分身消えた。はい、盾でガードしても分身が消えるようになってます。毎回盾でガードするので、どうやら分身で回避するようになってない感じです。へえ、そんな現象が。スタッフさん、ここを見てたら修正よろしく頼んます。補足。 FF5 でチキンナイフが2本取れる中段技は Steam 版ではそのまま使えましたが、家庭用ゲーム機版では使えなくなってるようですね。へえ、家庭用版は修正されたのか。なおラグナロク量産技は家庭用版でも使えたようです。これはそのままなのか。要望。次は個人的な要望です。スーファミ版の FF6 では、LR ボタンで魔法のページ送りができました。うん、1ページ分スクロールしたよな。それが作り魔版ではできなくなってます。LR ボタンを押すと次のキャラに移りますね。ああ、そうなのか。魔法を選ぶときは十字キーのみで移動する必要あります。ここを改善してほしいですね。あと視聴者の要望で多かったのが、アドバンス版であった追加要素を入れてほしいというものですね。そうだなぁ、あとは追加要素さえあれば、スタッフさん検討よろしく頼んます。ビッグバン。
まとめ。とまあいろいろ変更点を見てきました。たくさんあったな。バグはほぼ解消され、エフェクトの改善、そしてブースト機能などもできましたね。うん、デスゲイズの可視化などの新要素もできたよな。ブースト機能ではエンカウントのオンオフ、経験値や ABP の倍率を設定できました。ガルキマセラ涙目。魔法エフェクトは全てではないですが、原作のエフェクトに近づきました。FF3 では沈んだクリスタルタワーの改善も見られましたね。地面が見えなくなったんだよな。FF2 では魔法干渉値が表示されるようになりました。魔法干渉という言葉が公式認定になったんだよな。そして図鑑からバトルできる機能、これでガラフもエクスデスと戦えます。わしは貴様を倒す、レベルにおるぞ。2の倍数のレベルの敵へおるぞ。嫌な予感。レベル5です。うわぁ、死んじゃった。この倍数のレベルの敵へです。完全勝利。ガラフ有言実行だな。それじゃここで終わりましょう。オツオツ。動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また無理やりオチにされた。うごごご。